自分は自分の足で進んでるんですけど、こうきっと多分誰かのいろんな影響を受けたり手助けがあったり、なんて言ってるかね、こう周りの流れとともにきっと一段上に上がってたり、いつの間にかその場所にいたり、なんかこういろんな本当に人と人との関わり、気づいてたり気づいてなかったりする人の関わりの中で、なんかこうその時の自分が生まれていくっていうか、まあ、なんかそういうイメージでこう作りました。なんか誰かがその本当に直接的になんかこう誰かのために何かをやっていなくても、きっとなんかその人に回り回って巡ってくるというか、なんかそういうイメージの作品です。まあ、今回は実はその初演の時に踊っていた自分のパートと違うパートを踊っていて、初演の時に一緒に踊ったダンサーとまた違うダンサーと今回作り直したので、そうですね、なんというか、また新たにやっぱり自分がこの作品になんか改めて入ってきて、こうそれをまたまだあんまり伝えられてないかもしれないんですけど、まあ、もう一人のダンサーに伝えて、このなんていうんですかね、なんかまた新しい作品というか、なんか新しい心持ちで今の私っていう感じで踊れるようにするのが、まあ、やっぱりちょっと難しい。なんかそれでこう関係性としてこう元々はうまくいってたところを、なんかこう自分が立ってみるとやっぱり違うなっていう感覚の部分が多かったりするので、結構マイナーチェンジというか細かいその関係性を作るのに苦労していますね。まあ、なんかちょっとすごく明るい作品っていう根っから明るいイメージはないかもしれないんですけど、なんか根底にすごく一番あるのは、なんかこうちょっとした優しさというか、なんかっていうものですかね。一番自分の中に置いてるのは、なんかこうポッと何の気出せになしにこうパッと手を差し伸べられるとかいう、なんかこうちっちゃい優しさみたいなのを持っていたいなっていう願いが困ってます。今までは結構カンパニーに所属して踊ってきたので、もう結構目の前にある作品をどうやって踊るかっていうことに夢中になってたんですけど、まあ結婚して子供産んでちょっとダンスをお休みして、で改めてこう踊るっていう立場になった時に、何ですかね、やっぱり自分で立たなきゃいけないなっていうか、結構今まではこう作品をいかに踊るかっていうことに一生懸命だったんですけど、やっぱり自分にとってのダンスとか、これを、この与えられた課題をどうやって踊るかではなくて、なんか自分らしいダンスとか、そのオリジナリティとか、より自身から出てくるものを自分で作り上げなきゃいけないなっていう気持ちが今すごく